いいですか。これより会議を開きます。この際連合審査会開会申し入れに関する件についてお諮りいたします。内閣委員会において審査中の内閣提出子ども・子育て支援法の一部を改正する法律案について内閣委員会に連合審査会開会の申し入れを行いたいと存じますが、ご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よってそのように決しました。なお連合審査会の開会日時等につきましては内閣委員長と協議の上決定いたしますのでご了承願います。内閣提出医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律案を議題といたします。この際お諮りいたします。本案審査のため本日政府参考人として総務省大臣官房審議官吉川博美君、厚生労働省職業安定局長土屋義久君、労健局長大島和弘君、保健局長垂水秀樹君の出席を求め説明を聴取いたしたいと存じますが、ご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よってそのように決しました。これより質疑に入ります。質疑の申し出がありますので順次これを許します。増谷圭吾君。あの今日から医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律案の審議になるわけであります。冒頭から質問の機会を与えていただいたことを感謝申し上げながら早速中身に入りたいと思います。最初にですね、大臣とお話をしたいのでありますが、今回の改正はですね、医療保険制度の運営にかかるさまざまな改正事項を内容としております。いわゆる給付と負担の問題はとりあえず置いてというような感じかなと私は見ております。医療保険制度の適正かつ効率的な運営とか、さらにはデータの利活用の推進など、今回の法案に含まれている内容はもちろん重要なことでありまして、避けて通れない課題やっていかなきゃならんと思っておりますが、大臣ね、今年の10月消費税 10% に引き上げられた段階で私どもが随分苦労してまいりました税社会保障一体改革、これは一区切りつくという時を迎えるわけであります。いわゆる三党合意で始まった税社会保障一体改革でありますが、ここはまさに負担と給付の問題も真正面に据えて、いろいろ議論をしですね、国民にもお示しをしながら今日までやってきました。さあこれからどうなるのかということが実は多くの国民が関心を持って見ているだろうと、このように思っているわけであります。私ども公明党はですね、骨太方針の策定、政府の策定に対しても、できるだけ早く国民的な議論をしていかなきゃなりませんよと、税社会保障一体改革が終わった次のステージへ向けて国民にどう社会保障の話をするのか、とりわけ負担と給付の問題もこれは真正面に据えて議論をしなきゃならん時が来てるだろうと、だからこそ国民的な議論を大事にしなきゃならんというふうに考えてきてるわけであります。税社会保障一体改革の時はですね、社会保障改革国民会議が国民の皆さんの前でずいぶん議論をしていただきました。その後社会保障改革推進本部、これは総理を中心にその方針に沿って改革が進められてきたと思っているわけでありますが、今日はいつから開始するのかと国民的議論をということは聞きません。
それは聞かないのでありますが、我が党はできるだけ早く議論を開始しようという思いを大臣にお伝えすると同時に、どこで議論するのかということ、舞台が私は大事だと思っておりまして、今、政府においてはですね、未来投資なんとか会議とか、厚労省においてもさまざまな会議を動かしておられますけれども、今後ですね、今の改革を、この法律ももちろんやりながら、税社会保障一体改革の後の社会保障をどうするかという議論はどこで議論をされるのか、私は厚労省をしっかり主導権を握ってやっていただきたいと思っているわけでありまして、その辺大臣のお気持ちを聞かせていただきたいというふうに思います。根本厚生労働大臣。今回の改正は情報化の進展、平均寿命の延伸、社会のグローバル化など医療保険制度を取り巻く環境の変化を踏まえて医療保険制度の適正かつ効率的な運営の実現を目指すものであります。委員もお話がありましたが、やはりより大きな視点に立って今後の人生100年時代の到来を見据えて医療保険制度の在り方を検討していく必要があると思います。私は次の点が重要だと思います。予防健康づくりのインセンティブの強化によって健康寿命を延ばし生涯現役社会を作り上げていく、これは先般の未来投資会議でも厚労省の方から今回どういう方向で取り組むのか、これは提言をしております。そしてさらに委員のお話にありましたように給付と負担の在り方についても検討を加えて必要な見直しにより医療保険制度の持続可能性を確保する、これも大変重要だと思っております。このためこれからの、将来どう考えていくかということですが、2020年度にそれまでの社会保障改革を中心とした進捗状況をレビューし経済財政運営と改革の基本方針、いわゆる骨太方針において給付と負担の在り方を含め社会保障の総合的かつ重点的に取り組むべき政策を取りまとめることとしております。その意味では今回の改正は医療保険制度運営の情報化、効率化、合理化を進めることによって将来に向けて必要な基盤を構築する重要な一歩だと考えています。今委員からお話のありましたようなことを含めてこれから具体的な検討をさらにその後ということで、この法案の後ですけど検討を進めていきたいと思います。委員長、増谷慶吾君。私は大臣にどこの舞台で議論するんですかと、国民的議論を喚起しなきゃならんと思いますが、その中心的な舞台はどこなのかということを大臣にあえてお尋ねしたかったわけであります。未来投資会議等でさまざまな議論されておられますけれども、どうもですね、ここから先多分ですね、夏以降今年の骨太が終わってからですね、各省によって財政当局はやっぱりですね、これから2025年高齢者、後期高齢者が、じゃない、段階の世代が全部後期高齢者になるということで、社会保障の給付は伸びますよというような観点で、議論される、そういうところもあるでしょうし、あるいはもう少し視野を広くしてですね、大臣が2040年視点に会議をされておられますけれども、2040年という時を考えると、あるいはそれから先も考えると、ある程度社会保障というのは落ち着くわけであります。そうした時代も見据えながらですね、じゃあこの2025年から数年間大変な時代をどうブレイクスルーするかという議論が私は大事だと思っておりまして、ともすると厚労省のリーダーシップがですね、グラグラされるようなことがあってはならんなと、
私は大臣にぜひ、これからですね、そうした取り組みをお願いしたいとこう思ったわけで、そういう意味ではどこで議論されるんですかということをあえて問うたわけでありますが、今一度大臣の見解を聞かせていただきたいと思います。根本厚生労働大臣。まあ、委員が今おっしゃられたように、我々2040年を見据えた社会保障制度改革、今取り組んでおります。まあ、三本柱で多様な社会参加就労、あるいは健康寿命の延伸、そしてデータヘルス改革を含めた医療介護の生産性の向上、こういう大きなテーマで、この具体的な内容を厚労省が今本部を作ってやっておりますが、やはりこの内容についてしっかりと我々がまとめ上げて、そこは全体の政府の中で厚労省がこうリードしていきたいと考えております。松屋慶吾君。ぜひ頑張っていただきたい。今統一地方選挙さなかでありますけれども、いろんなところに行きますと我々も言われるわけであります。もう間違いなく人口減少時代、あるいは超高齢社会、地方に行けば特にそうでありますので、こうした時代がずっと続くのかと、これから社会保障大変だと、福祉はどうするんだという、切実な声を我々は聞きながら今統一地方選挙をやっているわけでありますが、そこはですね、2040年を展望すると、いやいや落ち着いた時代も来ますよと、当面大変だけれど、この当面大変なところをどう乗り越えていくのか、みんなで議論していきましょうねと、こういう私は議論が大事だと思っておりまして、そういう意味では国民的議論をですね、引っ張る意味でもリードする意味でも大臣に頑張っていただきたい。我が党も与党の一員としてぜひそうした取り組みをですね、これから進めてまいりたいというふうに思っている次第でございます。じゃあ具体的な中身に入りたいと思っております。高齢者の保険事業と介護予防の一体的な実施についてお伺いしたいと思います。今回の法改正の目的、これは高齢者の心身の多様な問題に対応してきめ細かな支援を実施するために、高齢者の保険事業について広域連合とそれから市町村の連携内容を明示し、市町村において、介護保険の地域支援事業や国民健康保険の保険事業と一体的に実施できるスキームを作ると、こういうことであります。国民健康保険の保険事業、これは当然ながら75歳以上の保険事業と接続をしたものだというふうに私理解しておりますが、そもそも論で伺いたいと思うんです。後期高齢者医療制度、平成20年の4月出発時において、保険者である広域連合の役割、特に保険事業については、どのように規定をされていたのか、どういう役割が定められていたのか、でその時事業費ってどのぐらいあったのかと、でちょっと待って、もう今日時間がないんで、次の質問も一緒に聞いておきます。でそれがですね、平成28年から広域連合の保険事業について、栄養とかですね、航空、服薬などの面からモデル事業も実施されて、新しい流れができたと私は理解しております。そうすると足元でですね、広域高齢者医療制度の保険事業、今どういう流れになっているのか、制度発足から今日までを俯瞰して、局長、一言でご説明を。垂水厚生労働省保健局長。はい、一言でなかなか難しいところでございますけれども、広域連合、後期高齢者医療制度の創設にあたりまして、まさに財政安定化のために広域化を図るという観点から保険者として創設された組織ということでございまして、当然財政運営、保険料の決定、保険給付の業務を行っているわけでありますが、合わせて保険事業も行ってきたところでございます。で、制度創設時の高齢者医療確保法においても、広域連合は健康教育、健康相談、健康審査、その他被保険者の健康の保持増進のために必要な事業を行うため努めなければならないというふうになっていたんです。で、20年度の保険事業の経費は133億円、28年度においては339億円というふうになっておりますけれども、そういう予算がついていたわけでございます。で、27年の医療保険制度改革におきまして、先生ご指摘のとおり、高齢者のについてフレイル状態というものに着目をした疾病予防、重症化予防の取り組みということで、運動、航空、栄養等のアプローチを進めるということで、後期高齢者広域連合が高齢者の心身の特性に応じて保険事業を行うと。で、メニューとしては健康教育や検診に加えて保健指導、健康管理、疾病予防、
にかかる本人の自助努力に対する支援も行うというふうになったわけでございます。でしかしながら実情として申し上げますと、健康審査検診以外の事業展開というのがなかなか広がっていないという状況でございます。先ほど申し上げた平成20年度の予算133億円、28年度の予算339億円、いずれも多くが検診実施の費用というふうになっています。で27年の法律改正で対象を広げたわけで、やることを広げたわけでございますけれども、検診以外の事業展開が広がっていないということでございます。で75歳以上の高齢者の保険事業は高齢小池連合が実施してまして、国保となかなか接続していない。それから小池連合は都道府県単位ということで個々人の状態に目が届かない、そういったような問題があるという状況でございます。委員長、松谷圭吾君。はい、ありがとうございます。スタート時点から後期高齢者医療制度の広域連合も一定の役割を持っていたということですが、今お話がありましたようにほとんど検診中心の、しかもこれは市町村に委託して実施をすると、広域連合自らが事業に取り組むというのはなかなか県単位ということで難しかったということなんでしょう。で今回のスキームでは市町村を中心として、実施をすると、市町村で一体的にやるということなんですが、そしたらば広域連合って一体どういう役割をするのと、全部市町村に投げて終わりかということで、2つ局長聞きたいと思うんです。今回のスキームが出来上がることによって広域連合の役割って一体何なのと、もっと言いますと、もう一つ質問ついでに言いますと、都道府県の役割って何なのと、今回ですね、広域連合とそれから市町村というのは分かりましたが、もともと広域連合を作ったときに、あれはもう全部県にお任せしたかったわけでありますが、都道府県があんまりいい顔しないもんですから、こういう形になっているわけでありますが、しかし現在と県はあるわけで、都道府県はそれに広域連合もあると、都道府県域で、それに今回のスキーム市町村中心で、フレイル対策と予防事業をやろうということですが、してみるとですね、広域連合の役割と、それからもう一つ都道府県の役割は一体何なのかということ、特に都道府県の役割な何もないんじゃないかと、なんかどっちか一方にしたらいいんじゃないかというような気もしないでもないのでありますが、その2つの点についてご説明いただきたいと思います。垂水保健局長。今回の法案は市町村が高齢者の保険事業、国保の保険事業、介護予防事業、これを一体的に実施するためのスキームを構築するというものでございます。でこれを効果的に進めるためには、後期高齢者医療の保険者であります広域連合が域内の保険事業の方針、あるいは事業の連携内容を明確にするとともに、保険者として必要な財源を確保していくということが必要というふうに思っております。で事業の方針を決定するにあたりましては、広域連合を構成する市町村との間で事前に協議し共有していくということが大事でございます。で広域連合の役割ということになりますが、広域連合は構成の市町村と十分協議していただいて、高齢者の保険事業について市町村の連携内、市町村と広域連合の連携内容、お互い何をどういうふうにやるのか、それを広域計画の中で明示をしまして、管内の市町村にその市町村の役割のところをしっかりと委託をする。で域内の全体の高齢者の健康の課題、あるいは市町村における保険事業の取り組み状況の整理把握、あるいはその分析、また保険者として、医療費というものを管理しているわけでありますから、そういう観点からのどこに力を入れなければいけないか、そういった分析、そういったものをしっかりと進めていただくというのが広域連合の役割ということになろうと思います。でしからば都道府県の役割は何なのかということでございます。都道府県は現在の高齢者医療確保法の中では、後期高齢者医療制度の運営が健全かつ円滑に行われるように必要な助言及び適切な援助をするものとする、そういう役割だということになっています。で従いまして、都道府県、今後取りまとめます一体的実施に関するガイドラインというものの中で、都道府県の役割というものについても書き込んでいくということを考えておりますけれども、具体的には都道府県内の健康課題を、都道府県は俯瞰的に把握できる立場にありますので、
県内における好事例の横展開でありますとか、複数の市町村にまたがる広域的な課題の対応でありますとか、あるいはまた都道府県は医療提供体制に責任を持っています。あるいは医療関係団体との関わりございます。そういう意味で例えば都道府県単位の医師会などとの連携でありますとか、あるいは市町村の取り組みに対する援助、あるいは取り組み結果の評価、そういったような役割が想定されるというふうに思っております。以上、麻生圭吾君。ありがとうございます。まだ私自身頭の中できちっと整理できてないんですが、ガイドラインをお作りになるようでありますから、十分都道府県やですね、広域連合と協議の上いい内容にしてもらいたいと。ガイドライン作ったらじゃあ現場動くかというとですね、なかなか簡単なことではないのではないかと私は心配をしております。で、心配もう一つ言いますと、今回はですね、フレイル対策と介護予防を一体的にやると、保健事業とそれから介護予防事業を一体的にやるということなんですが、介護保険のこの介護予防事業、とりわけ地域支援事業でありますが、これも平成26年の見直しによりまして、地域支援事業の取り組みが始まったと私は理解しておりますが、これもなかなか現場では苦労されている。新たな総合事業ということで、それぞれ保健所が取り組んでますけれども、新たな担い手、新しい地域のですね、担い手が生まれてるかというと必ずしもそうでない。今までの介護保険の指定事業者が単に単価の安いですね、サービスの担い手になっているというような状況もあったりして、私大変心配してるんですが、例えば地域介護予防活動支援事業などについて全国的に取り組みが進んでいるのかどうか、生煮えのままですね、一体的にしてもなかなか制度はうまくいかないわけでありますが、26年から始まったこの取り組みでありますが、今日大島局長いらっしゃいますが、だいぶ進んでますかね。ご説明をいただきたいと思います。大島厚生労働省労健局長。介護予防日常生活総合事業と呼んでおりますが、中身はその旧来の養子縁の方が移行していた、介護予防生活支援サービスという部分と、一般のもうちょっと元気な方も参加できる一般介護予防事業、中身2つ分かれます。で、前者の方は今委員ご先生ご指摘のようにちょうど移行したばかりで、それを住民型に切り替えていくとか、あるいは予防型に切り替えていくとかというのがまだ途上の段階ではあると思います。そういった質の改善を図る必要があると思います。一方、その一般の介護予防事業、こちらの方は、高齢者本人のアプローチだけでなく、地域づくりなど環境へのアプローチも重要という観点で、いわば通いの場という形で今取り組みを進めてきています。こちらの方は結構進んできておりまして、通いの場を設置している市町村の割合は平成25年の約 60% から平成29年には 86% まで増えてまして、参加する高齢者の割合も 2.7% から 4.9% というふうに広がってきてます。ですので、これは地域づくりの一番最初のきっかけとなる取り組み、重要な取り組みですので、通いの場の取り組みは今後引き続き市町村に好事例集とかを今ちょうど作ったところですので、それらを提示しながらもっと進めてまいりたいと考えております。以上、麻生圭吾君。ありがとうございます。工事練習、私も見させていただいて、進んでるなという実感を持ちましたけども、今相当の現場で、市町村の現場で、通いの場の整備が進んでるということでありますから、そろそろそのフレイル対策と一体的に取り組むと、保健事業と一体的に取り組むという、その時が来ているのかなと。やはり今まさに人生100年時代を見据えて今やらなきゃならん作業かなとこう思っておりますが、ぜひうまくいくようにご理解ご支援をしたいというふうに思っている次第であります。それから残された時間、オンライン資格確認の導入について、これだけはということで最初に申し上げたいと思うんですが、オンライン資格確認、いよいよマイナンバーカードによる被保険者資格の電子確認が可能となるということでありまして、この時を待っていたわけであります。マイナンバーカードなかなか進まないわけでありまして、今日我が党の高木理事もおりますけれども、このマイナンバーカードを一生懸命、進めたいと思ってやってきたわけで、
これがまあできれば大きな一歩かなと思っておりますが、問題はですね、保健医療機関との任意、保健医療機関は任意で今回選択するというオンライン資格をですね、このシステムをということになりますとですね、任意ですからやらなくてもいいところもあるわけで、まあ、ここはどういう戦略で、まあ、もちろん基金も積んで300億の基金を使いながら進めるということなんでしょうが、どのぐらいの期間でどのぐらい整備が進むのか、川山陽をお示しいただきたいと思います。多見保健局長。お答え申し上げます。オンライン資格確認、医療機関や薬局から支払い機器に対してオンラインで資格情報を紹介するというものでございます。で、既存のインフラを効率的に活用するという観点から、マイナンバー のインフラも使うわけでありますけれども、今その医療機関がレセプトの請求をオンラインでやっている、そのオンラインでのレセプトの請求、このインフラを使うということを考えているわけでございます。で、それの普及状況ということで言いますと、オンラインのレセプトの請求は病院と薬局はほぼ 100% でございます。で、以下の診療所が 65%、 歯科が 17% というふうにだんだん低くなっている。で、これを導入しているところについては、マイナンバーカードの読み取りとその資格情報に関するシステムの開始をやっていただく。で、未導入のところはそれに加えてまさにオンラインのネットワークに加わっていただくというためのシステム改修ということが必要になるということでございます。で、オンライン資格確認を入れますと医療機関にとってもですね、リアルタイムで資格情報が確認できて、過誤請求、実は違う保険者の人が請求があってそれを請求をやり直すということがなくなりますので、これは医療機関あるいは薬局にもメリットが大きいというふうに考えているわけでございます。私どもとしてはそういう点をしっかりと周知をしていくということをするとともに、今回の法案によって創設する医療情報化支援基金というものを活用しながら、できる限り多くの医療機関や薬局で導入が進むように取り組んでいきたいというふうに思っています。このオンライン資格確認自体は2021年の3月ぐらいを目途に稼働させるということで考えているところでございますけれども、その時までにできるだけ多く加わっていただけるように努力をしたいというふうに考えております。増谷圭吾君。局長、最後のだんだん声が小さくなりましたよ。姿勢を問われますから、ここはぜひ頑張っていただきたい。ここまで私申し上げるのはですね、これ質問通告しておりませんが、このオンラインの資格確認、これは医療機関はそうでありますが、各保険者はこのオンライン資格確認のためにシステム改修等を当然やらなきゃいかんと思うんですが、この保険者は任意で、やるとかやる、やらないとかやらない、当面はうちはか保険証だけで行くよみたいなことは多分許されないだろうと思うんですね。で、それは財政的支援があるかというとあんまりないんだろうと思うんです。で、保険者はですね、全部用意をしなきゃいかん、オンライン資格確認のためにですね、システム改修をして準備をしなきゃいかん。で、一方医療機関はですね、任意だということになりますと、保険者側からするとですね、もう大変気になるわけであります。現場の医療保険、病院医療機関がですね、どの程度これに取り組んでいただくのかということが大変これ大きな関心を持って見ておられるわけでありまして、そういう意味でもしっかりですね、現場の医療機関が取り組むということを進めなきゃならんと思っているんですが、その点いかがでしょうか。多見保健局長。保険者の方にもシステム改修のためのうちの補助というのはございますので、それはやっております。で、ただまさに先生おっしゃいますように、保険者の方はこれみんな入るということによってオンライン資格確認ということがいわば実が上がるということでありますので、医療機関の方にもですね、まさにさっき最後の方でだんだん声が小さくなってきたと言われて恐縮でございましたが申し上げましたが、医療機関にとってもこれメリットは大きい、これ間違いございませんので、そういう点を含めて基金を活用しながら、また基金をできるだけ使っていただきやすいような運用をするということだろうとも思います。そうしたことも含めてしっかり取り組んでいきたいと思います。はい、委員長。
増谷圭吾君。もう一点、今基金という話がありましたが、今までもですね、この分野、地域医療介護総合確保基金と、いうのがあって、これは医療部分と介護部分と両方あって、それぞれ都道府県に基金が積んで、都道府県の取り組みによって、活用されてきたと思っておりますが、この基金はどこに積むようになるのか、どういうことになるのかですね、特にオンライン資格確認ということでは、どの程度基金がですね、現場に回っていくのか、この辺を概要をご説明いただきたいと思います。垂水保健局長。今回新たに創設いたします医療情報化支援基金につきましてはですね、社会保険診療報酬支払い基金に設置をするということを考えています。これは、支払い基金が、まさにそのレセプトのオンライン化のための助成金を交付した実績があるとか、オンライン資格確認のいわばデータを付き合わせする、そこの実施主体であるということ、保険医療機関や薬局とも密接な関わりがあるということから、支払い基金に設置するということにしているところでございます。で、このためにおっしゃいました地域医療介護総合確保基金、これは都道府県に設置をしているわけでありますが、それとは違いまして、支払い基金に対して医療機関や薬局から直接に申請をしていただく、そういう仕組みになるということでございます。31年度予算案で、予算で、医療情報化支援基金に充てるための300億円というものを確保するということになりましたので、この導入の支援に向けてしっかり取り組んでいきたいというふうに考えております。増谷圭吾君。そうすると現場の医療機関が直に支払い基金に申請をすると、300億全部が使えるわけでは、例えばオンライン資格確認のその部分に全部使えるわけでは多分ないと思っておりますから、これは現場から足らなくなったらどうするんですかね。どういう順番で配分するんですか。はい、垂水保健局長。失礼いたしました。先ほどちょっと一つご説明を漏らしてしまいました。医療情報化支援基金の対象事業としては、オンライン資格確認の導入に向けたシステム整備の支援ということと、電子カルテの標準化に向けました医療機関の電子カルテシステム導入等の支援と、この2つということになっております。で、一応その積算、予算の積算の上では半々というような考え方をしておりますけれども、これをどういうふうに使っていくかということについてはですね、これオンライン資格確認の導入に向けた医療機関からの、申請の状況なんかを見まして、できるだけ効率的にまた広く活用していただけるような方法ということで考えていきたいというふうに考えております。はい、委員長。増谷圭吾君。これで終わりますが、その資金の基金の活用状況などについてもですね、しっかり我が党もウォッチしていきたいし、足らなければまた次へ向けて積んでいかなきゃいかんと、こういうふうに思っておりますので、そんなことを申し上げて質問を終わりたいと思います。今日はありがとうございました。次に重本守君。はい、委員長。重本君。はい、ありがとうございます。自由民主党の重本守でございます。健康保険法等の一部改正法律案について、順次質問させていただきます。オンラインのですね、資格確認の導入など本当盛りだくさんの法案であります。で、全ての事柄についてどんどん進めていただきたいという立場でありますが、ごくごく私からは基本的なことについてですね、順次ご説明申し上げ、ご質問申し上げたいと思います。で、大臣が参議院の本会議に行かれるということでありますので、事前の質問通告から少し順番を変えてお願いできればと思います。まず1点目、保険とですね、介護予防の一体的な実施であります。これ保険事業と介護予防、これ一体的にやること本当に重要でありまして、私も根本厚生労働大臣に対して、大臣所信の後、一般質疑に立たせていただいて、歯科医療のこの充実をするべきだということを申し上げたわけでありますが、フレイル対策、そして疾病が重症化しないような対策としてですね、本当に口の中の健康、口腔機能の管理が極めて重要であります。
今回も、通いの場で、さまざまな取り組みを進めていくにあたって、その観点も十分入ってますよね。で、運動機能を体操して高めていこうだとか、あるいは認知症予防をやっていこう、これ全部関わりがあるわけです。口の中の健康は、とりわけ物を食べる摂食機能、そして飲み下す嚥下、咀嚼、これは本当に大事なことであって、運動機能にも直結しております。そしてまた認知症予防にもこれが直結しているということは、もうエビデンスがたくさん積み上がっているわけでありまして、今回の保険事業と介護予防しっかり進めていくにおいて、歯科医療がとっても大事だかと思うんですが、もう一度これ厚労省のこの点についての認識をお聞かせいただきたいと思います。大口厚生労働副大臣。委員ご指摘のようにですね、高齢者の特性を踏まえたフレイル対策を実施にあたり、口腔ケアは重要な柱の一つであります。骨太2018にも書かれております。このため高齢者の保険事業と介護予防の一体的実施を進めるにあたっては、口腔ケアに着目した対策を進めていくことにしております。具体的にはですね、市町村において歯科検診の結果をもとにした口腔ケアに関する指導、介護予防の通いの場等において口腔ケアに着目した健康教室を開催、歯科医師への受診勧奨などの取り組みを地域の実情に応じて進めていただきたいと考えております。今回一体的実施にあたっては、市町村が医療専門職を配置する場合に国の特別調整交付金を活用し支援することとしており、この専門職の一つとして歯科衛生士を創設しております。重本守君。はい、ご答弁ありがとうございました。一つお尋ねしたいんですけど、平成30年度から特定健診において、実はこの歯科医療のことにも取り組んでいただいております。具体的には標準的な質問票というものがあって、この質問票の中で食事を噛んで食べるときの状態はいかがでしょうかというような項目が追加されたところであって、これも非常に重要な糸口であるかと思います。ただこれだけではまだまだ不十分でありまして、もっともっと前に進めていただきたい。そして今回ですね、75歳以上のお年寄りに着目をして保険事業とそして介護事業を一体化させていこうということなんですけれども、今私がルール申し上げている歯科医療のことを考えていくと、これはもう壮年期から取り組んでずっと生涯にわたって、重点を置いていくべきことでありまして、もう少しそういったライフステージ、生涯にわたった歯科医療の充実性を保険事業とそして介護事業との一体性を考える上で大事なこととして捉えていくべきかと思いますが、国の見解をお聞かせいただきたいと思います。大口厚生労働副大臣。今委員ご指摘のとおりですね、この歯科検診の実施を通じて口腔の健康の保持増進を図ることはですね、健康で質の高い生活を営む上で重要な役割を果たしていると認識をしております。で、委員ご指摘のとおりですね、今回特定健診において平成30年度から検診の質問表の中に歯科に関する質問、食事を噛んで食べるときの状態に関する質問、これを新たに追加をさせていただきまして、歯科検診や治療への適切な受診勧奨につながるよう見直しを行ったところでございます。また平成30年度によりですね、実施している保険者インセンティブの指標に歯科検診保険指導を位置づけ、保険者による歯科検診歯科保険指導の実施を促しております。保険者に財政的インセンティブを付与する仕組みであります。さらに平成30年度より効果的効率的な歯科検診の実施方法の検討等に取り組んでいるところでございます。先ほども申し上げましたように、今後こういった事業や新たな取り組みを通じて生涯にわたる歯科疾患の予防、口腔のこの健康の推進を図ってまいりたいと考えています。重本守君。ご答弁ありがとうございました。今回の法改正では、厚生労働省が保険事業の指針についてこれ改正を行ってですね、一体的にこの両者を実施する方向性を出していくわけですが、ぜひこの方向性を出すにあたってはですね、特定健診に
もう歯科検診をですね、ぜひ入れていただきたい。できればクリーニング付きの歯科検診を年に1回は1人受けられるような、そんな環境整備も整えていただきたい、まあ、こんなご提案もあるわけでありますが、ご所見をお願いいたします。大口厚生労働副大臣。特定健診の項目内容につきましてはですね、5、6年ごとに、その有識者らによる議論を経て決定をしております。で、仮に見直しを検討する場合は、例えば歯科健診と生活習慣病の関連費用対効果の詳細な分析や費用分担する保険者等の関係者との協議調整が必要となります。先生がご指摘をしていただいているところでございますけれども、特定健診のこのメニューに組み込むということにつきましては、このこういうことも踏まえたことが必要ではないかと思います。はい、重本守君。今副大臣お答えいただいたとおり、たくさん検討する項目があるわけでありますが、実際2025年には75歳、段階の世代がすべて75歳以上になるわけだし、人口動態考えたらこれ待ったなしかと思いますので、ぜひ迅速にですね、ご検討を進めていきたいと思います。そしてこの点について最後でありますけれども、先ほど副大臣からお話がありました、保険事業と介護を一体的にやろうと思ったら専門職の配置がとても重要でありまして、特別調整交付金も使った取り組みもご説明いただいたわけでありますが、特にその在宅でのですね、こういったサービス取り組みが求められる中で、専門職がよりアウトリーチ的にですね、活躍する場も求められていくわけであります。どんどん活躍の場が広がっていくこの専門職に対して、予算的に人員的に心配がないように市町村が取り組めるようなですね、対策が必要かと思いますが、この点についてお聞かせください。根本厚生労働大臣。今委員がいろいろなご意見を提案していただいたように、全国の市町村において保険事業と介護予防の一体的実施の推進にあたって、高齢者の特性を踏まえて、とりわけ運動栄養航空といったフレイル対策に着目した包括的な取り組みを本格展開すること、これが必要だと思います。このため市町村ごとに地域の健康課題の把握や事業の企画、地域の医療関係団体等との調整といった中核的な役割を果たす医療専門職に加え、アウトリーチという話がありましたが、実際に通いの場や自宅を訪問するなど、それぞれの地域における個別の取り組みを実施する医療専門職、これを配置することが必要であります。このような本格的展開を可能とするための体制を整備する費用として、広域連合が徴収する保険料財源を基本としつつ、国としても特別調整交付金を活用し、支援することとしております。重本守君。はい、ありがとうございました。それでは続きまして、国民健康保険の資格管理の適正化についてお伺いをしたいと思います。今回の法改正で市町村が関係者に対して報告徴収権を付与されて、より厳格にその国民健康保険制度が運用できるような環境が整うわけでありますが、日本人にしろ外国人にしろ、国民健康保険証の不適正なこの利用については、昨年来報道もこれあり、長尾先生もこの委員会でご質問したことがありますけれども、まずもって、国籍を問わず国においてですね、その国保の不適正利用の実態、全体がどうなっているのかということについて、把握をしているのでありましょうか、お聞かせください。垂水保健局長。お答え申し上げます。最初に申し上げておきたいと思いますが、国保のまさにその報告徴収権の明確化ということにつきましては、ご指摘もありました、与党のご議論なんかも踏まえて、日本人外国人を問わず、国籍を問わず、国保の被保険者の資格管理の適正化を図るために行うものということになっているわけでございます。で、その上で国保の不適正利用の実態についてどういうふうに把握をしているのかということでございますけれども、個別の事案に関します自治体からの紹介あるいは報告と
といったようなものを持ってもらっているということのほか、平成29年3月にこれは外国人のということでございますが、外国人の国庫の利用につきまして全市町村を対象として高額な医療にかかるレセプトの全数調査というものを実施をしたという状況でございます。重本守君、今のような取り組みの結果として、じゃあその不適正な利用はじゃあこれぐらいあるんですと、その額はこれぐらいなんですっていうようなご説明がですね、じゃあできるようになりましょうか。だるみ保健局長。はい、個別の紹介あるいは報告の事例といたしましては、こんなような事例がありましたという、やや定性的な話になりますけれども、例えば資格発生時に資格取得の届け出を行っておらなくて病気になって受診するという時になって、適用の届け出を行った事例というものがあったと。これはおそらく保険料逃れということではなかろうかという、あるいは知り合いから被保険者証を借りて成りすまして診察を受けているという事例があると、こういうのも自治体からの報告という中であるわけでございます。それから先ほど申し上げました平成29年3月に行いました高額の医療にかかりますレセプト全数調査というものでございますけれども、この結果としては不適正事案の可能性が残る事例という、在留資格が、経営管理という在留資格であるにもかかわらず給与所得の申告があるということで、これは在留資格と果たして合ってるんだろうかという、そういう事例が2件、それからまたすでに出国をしておりまして確認が取れないということが5件あったというような状況になっているということでございます。重本守君、いろいろとこう事例を具体的にご説明していただいたわけでありますが、それはもしかしたら氷山の一角かもしれない、まだまだ見えない不適正利用の実態があるかもしれないわけですよね。だからそれを今の仕組みにおいて網羅的にこれ絶対にこう水際で間違いのないように歯止めをかけるんだというような仕組みが正直今ないと思うんですよ。でこの委員会でもですね、ご提案された先生いらっしゃいますけれども、例えば健康保険証に顔写真をつけてはどうか、窓口においてこれ本人確認を求める身分証明書を求めることがこれできるようになりますけれども、求めることができるようにするのではなくて、そもそも顔写真がついていれば一発で済むわけですよね。で今官邸も挙げてマイナンバーをですね、健康保険証と一体化させてこの普及を頑張っていこうじゃないかということでお取り組みをいただいていることも十分承知しているんですけど、先ほど増谷先生のお話もありました通り、このマイナンバーそのものの普及がなかなかおぼつかない。マイナンバーカード、失礼いたしました、マイナンバーカードがまだ10数%である。でこれに乗っかって健康保険証が充実していくことについては僕大賛成なんですけれども、ぜひこの、顔写真をつけるということとマイナンバーとマイナンバーカードと、健康保険証を一体化することとですね、両にらみでどちらがどれぐらいの費用がコストがかかるんだろうか、あるいは時間がかかるんだろうか、これ国民健康保険制度に対する国民の信頼を回復する上で非常に重要なテーマでありますので、両面比較してですね、マイナンバーカードも進めてほしいし、もし有効であれば顔写真も検討してほしいといった思いでありますが、ぜひ見解をお願いします。垂水保健局長。まさにいわゆるなりすまし対策、なりすましの実例もあるという報告があるということを先ほど申し上げましたけれども、おっしゃりますとおり、国民からの医療保険制度に対する信頼を確保する、あるいは医療機関を受診する患者の誤認を予防するという医療上の点も含めまして、重要だというふうに思います。で写真付きの被保険者証を作ったらいいのではないかというご提案でございます。でこれにつきましてはですね、被保険者証1枚あたり その発行コストというのはそれなりに写真分でかかるということ、それから例えば就職や出生に伴う新規加入、あるいは移動、あるいは転職、引っ越し、そういったようなところでまたそれを写真付きのものを作り直さなきゃいかん、あるいは一定期間ごとに写真の更新というものが必要になってくるのではないかというところで、追加コストが被保険者証の切り替えのたびに発生するというようなことがございます。
で、ということを踏まえますと、写真付きの被保険者証の普及、メリット、先生おっしゃるようにあると思いますが、乗り越えなければならない点もかなりあるというふうに考えているところでございます。で、年末に総合的対応策というところでお示しをしているんですが、医療機関が必要と判断する場合には、被保険者証とともに本人確認書類の提示を求めるということができるということで、これは近々通知を発出するということを考えておりますけれども、写真付きの、例えば運転免許証でありますとか、パスポートとかの写真付きの身分証と被保険者証を併用することによる本人確認ということが当面現実的であるというふうに考えているところでございますが、一方でマイナンバーカードは先ほど増谷先生のご質問でもありましたが、2021年の3月からはこれが保険証になるということでございますので、そうしましたところでこのマイナンバーカードの利用が広がれば結果的になりすまし対策にもつながるというようなことになりますので、マイナンバーカードを普及していくということと、それから保険証とその写真付きの身分証というものを併用しながら確認していくということと、いずれにいたしましてもそういうことを含めてご本人の確認ということについては取り組んでしっかり取り組んでいきたいというふうに思っているところでございます。重本守君。ご答弁ありがとうございました。選挙区で本当によく聞く話としては、正直外国人による不適正利用に対する国民の声を耳にすることが一番多いんですけど、私は別に日本人外国人問わずですね、これは不適正利用は絶対に止めていかなければならないというふうに思ってますので、今お聞かせいただいたご答弁に沿ってですね、氷山の一角、見えない部分のですね、不適正利用が撲滅できるように取り組みを加速していただきたいというふうに思います。それでは、もう一つですね、3点目の質問でありますけど、NDB と介護データベースの連結解析について、基本的なことをお伺いいたします。レセプト情報特定健診等情報データベース、これが NDB ですね。で、介護データベースが一方にあると。で、NDB については、平成23年度からデータの第三者提供がこれ試行的に始まり、25年度から本格運用が始まって、まだ5年ちょっとなんでありますけれども、まず連結を考える前に、単体として医療の質の向上や医療費適正化計画の策定実施評価において、これがどういう成果を上げてきたのか、で介護データベースの方は、一方においてこの事業計画を作成実施するにあたって必要なものでありますけれども、これは、第三者提供が始まったのが平成30年度でまだ取り組みが始まったばかりなんですけれども、これも単体で見た場合に、それぞれ何を目指して何を目的にしてこれまで取り組みがどう進んでどんな成果があったのか、介護データベースについては期待値は何なのかお聞かせください。垂水保健局長。お答え申し上げます。NDB データは全国のレセプトあるいは特定健診データを匿名化して、ビッグデータとして持っておるということでございますので、これ各保険者におきます、例えば後発医薬品の使用割合あるいは特定健診保険指導の実施率といったようなものが把握できまして、そうした取り組み状況、保険者による取り組み状況の見える化が図られるということに使えます。それから特定健診保険指導の実施 によります具体的な医療費適正化効果というのはどういうふうになったのなっているのかといったようなことを見ていく手段として活用するということで、都道府県が医療費適正化に関する地域の課題というものを把握すると。それによって地域における医療費適正化計画の効果的な計画策定に役立てるというようなことで使われているところでございます。で、おっしゃる通り23年度から今度は第三者提供というのをやっています。じゃあ第三者提供でどういうところに役立っているのかということでございます。これはまさに医療サービスの質の向上あるいは学術の発展に資するような研究への利用ということを促しているというところでございまして、これはまだ徐々に成果が生まれているという状況でございますけれども、一例で申しますと脳梗塞の患者に対しまして TPA という溶かす薬、新たな
治療方法があって、これはあの救急現場を変えている、変えたというふうに言われるような薬ですけれども、それが実はこの NDB をで分析いたしますと、それのその地域差、使われ方に地域差があるというようなことが分かってきて、でそれを近点化するためにはどういうふうに進めたらいいかというその示唆が示されたというような研究がごく最近でございますけれども出てきております。から介護 DB でございますけれども、まあ、要介護認定者の心身の状態、あるいは介護保険サービスの利用実態、要介護度に応じた必要な介護サービスの実態といったようなものを把握をしまして、市町村におきます介護保険の適正な運営や効率的な制度運営に資することを目的とするということでございます。で、従いましてそういうところでの、まあ、あの介護保険計画、あるいはそういう中での介護保険 の, あの費用の適正化というものに向けて自治体が活用するということが期待される。から第三者提供は始まったばかりでございますけれども、これは適正な介護サービスの提供に関する分析といったことで利用されるということを期待しておりまして、これによって例えば、まあ、あの EBPM と言ってますけれども、あのエビデンスベースとで の, あの施策というものに活用するというようなことを期待しているところでございます。はい、主権本守君。ありがとうございます。あの一般の国民一人一人にとってみると、 NDB って何だろうか、どう使われてるんだろうか、介護データベースって何だっていうところから始まりますので、まずその確認から入らせてもらったんですけども、まあ、NDB については、まあ、少しずつ成果が見えてきた、介護データベースについても期待が持てそうだということでありますけれども、じゃあこの2つが合わさって連結解析をするためのデータ提供がこれから実現すると、その枠組みが今回できるわけですけれども、じゃあ連結したデータ分析をできる社はですね、国であったり地方公共団体であったり医療機関であったり研究者であったり、まあ、様々ですよね。これ連結解析によって新しいその効用として我々国民にとって、健康増進にとって、どんなことが具体的に期待されていて、だから今回の法改正でこれで連結解析を実施させる、第三者提供をできる意味があるんだというところをですね、分かりやすくですね、具体的にお示しいただければと思います。新谷厚生労働大臣政務官。お答え申し上げます。まあ、委員ご指摘のですね、今回の NDB および介護データベースの連結解析でございますけれども、これはですね、医療および介護に関するデータをですね、連結した分析をすることを可能としまして、地域の効果的、効率的な医療・介護サービスの構築や、まあ、質の高い保健医療サービスの提供による国民の健康寿命の延伸、これにつなげることを目的として取り組んでいるものでございます。まあ、両者が連結して解析すると、まあ、具体的にメリットは何かということでございますけれども、まずは自治体に関して、自治体が医療のリハビリや介護サービス等の実施状況と、また患者の在宅復帰の可能性について分析することによりまして、高齢者の地域での生活を支える医療・介護サービスの効率的な整備に役立つことや、あるいは研究者としてに立ちましたら、研究者による地域包括ケアの推進や、医療・介護サービスの質の向上につながる研究などが推進されること。また製薬企業、こういった視点に立つと、製薬企業やヘルスケア事業者等の民間事業者が、疾患の分布や治療のパターン、薬の利用実態、要介護状態等についてトータルに分析することで、効果的な医薬品や健康維持、介護予防に役立つサービスの開発等につながる、このことが期待されているところでございます。はい、重本守君。ご答弁ありがとうございました。定性的なこの表現も多くてですね、それは国民健康増進につながることもそうでありましょうし、介護の充実、医療の質の向上、これはつながることは間違いないかと思うんですが、これから厚労省は、この連結解析をするために、NDB と、そして介護データベースからのデータ提供を求める第三者からの申請をたくさんこれから受け付けて、相当な公益性がある社に限っては、これを提供することになろうかと思いますが、ある程度ですね、国として、この連結解析が国民にもたらす効用については、具体的に整理をし、例えば指針として持っておくとかですね、そういったことが大事かと思うんですよ。一件一件出てきたものについて、
相当な公益性は何だろうかっていうふうに審査をして、その都度出していくっていう作業が、これから目の前にあろうかと思いますが、せっかく法律改正をして、こういう枠組みを作るんでありますから、連結解析による公用、こんなことが具体的な狙いであるということをですね、もっと国として主体的に申請を受け付ける受け身ではなくて、そういった考えをですね、しっかりとお持ちいただいた上で、この法案のですね、施行後のですね、運用に努めていただきたいと思うんでありますが、この点についてはいかがでありましょうか。新谷厚生労働大臣政務官。NDB 介護 DB の第三者転居につきましては、相当な、公益性を有する研究等を行うものに対しまして、その自主的な利用申請に基づき、審議会の審査を経た上でデータを提供するものでございます。その上で厚労省としましては、今回の法改正を契機としまして、この第三者提供がさらなる地域の効果的効率的な医療介護サービスの構築や、民間の研究開発の促進等につながることを期待しているものでございまして、こうした目的に沿って幅広い主体からの、利用申請が活発になるよう、今回の見直しの趣旨やのこの周知や、あるいは第三者提供の利用実績、研究結果の公表等に努めてまいりたいと思っております。いずれにしましても広く働きかけてまいりたいと、そのように考えております。重本守君。はい、それでは最後の質問に移りたいと思います。審査支払い機関の機能の強化についてでありますけれども、これまで、各都道府県がそれぞれに支部を持っていて独自にやっていたこの審査の機能を、一括して一元集約してよりガバナンスを効かせて運用していくということについては、私も意義があることではないかと思います。で、これまでですね、その審査そして支払いを中心にやってきた、社会保険診療報酬支払い基金の仕事でありますとか、あるいは国保連がですね、これからその業務の効率化を図っていくために、ICT をこれ導入していくわけでありますが、今回 法案によって導入していこうとする取り組みについては私は大賛成なんですけれども、ちょっとその先を見据えたことについてここでお伺いしたいんですけれども、業務の効率化を行うための ICT のみならずですね、これからどんどんそのビッグデータ、あるいはデータヘルス、これを活用し AI を導入した審査機能の強化ということもですね、コストの削減の観点からも、あるいは医療人の働き方改革の観点からも極めて有効ではないかと思うわけでありますけれども、今後この AI についてですね、支払い基金国保連においてどのように活用していくのか、お考えを聞かせていただければお願いいたします。新谷厚生労働大臣政務官。お答え申し上げます。支払い基金による、における審査はですね、個別性が重視される医療に対し全国統一的な保険診療ルールにより診療の妥当性を判断するものでございまして、審査委員の医学的専門的知識に基づく判断はこれまで通り引き続き必要であると、そのように考えておるところでございます。一方でこの審査業務を効率化するという観点からはですね、 ICT の活用が可能な業務においてはこれを最大限活用していくことが必要であると考えているところでございます。まさに委員ご指摘の AI に関しても大きな可能性を持っているところでございまして、この AI についても例えばそれを活用して審査結果等の分析を行い、その結果を審査委員の審査の前段階で実施しているコンピューターチェック、これの見直しに反映させるなど審査の高度化に向けて支援に活用することを考えているところでございます。重本守君。はい、時間が参りましたのでこれで終わりたいと思いますが、今回の法改正によってデータ分析等に関する業務も追加されるわけでありますし、これからどんどん AI を活用したより踏み込んだですね、社会保障制度の改革、医療の充実、健康増進に向けて取り組んでいただきたいと思います。以上で終わります。次に船橋俊光君。船橋君。自由民主党の船橋俊光でございます。まず私の方からも医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険等の一部を改正する法律案について、お伺いをしてまいります。
社会経済のあらゆる分野において、情報通信技術が目覚ましく進展する中において、医療分野においても情報化の推進により良質な医療のより効率的な提供を推進していくことが重要となっております。この法律案ではマイナンバーカードを活用した資格確認や政府が保有するビッグデータの利活用を推進するための措置が盛り込まれており、まさに情報化の推進に資するものと考えています。こうした情報化の推進を進める今回の法律改正の趣旨についてご説明をいただきたいと思います。大口厚生労働副大臣。委員ご指摘のとおりですね、この社会経済のあらゆる分野において、情報通信技術が進展する中で、医療分野においても情報化の推進により、良質な医療のより効率的な提供を推進していくこと、データヘルス改革が極めて重要であると考えております。で、今回の法案はこうした情報化の進展や平均寿命の延伸、社会のグローバル化など医療保険制度を取り巻く環境の変化を踏まえ、医療保険制度の適正かつ効率的な運営を実現するものであります。そのためにデータヘルス改革の推進に資する改正として以下の点を盛り込んでおります。被保険者番号を個人化して支払い基金において情報管理することで医療機関等の窓口で資格情報を即座に確認できるようにする。またマイナンバーカードも保険証として利用できるようにする。これはオンライン資格確認の導入であります。また医療介護情報の連結解析や提供に関する仕組みを創設し、医療介護に関するビッグデータの利活用を促進する。その他法案には保険事業の充実や保険者事務の適切な実施に関する政策も盛り込んでおります。本法案によって医療保険制度の適正かつ効率的な運営の確保と医療分野の情報化の推進の環境整備に着実に取り組んでまいりたいと考えています。委員長、那橋俊光君。ありがとうございます。今ほど副大臣から、ご答弁がいただいた内容ということでありますけれども、その中でもマイナンバーカードが保険証として利用できるということに関しましては、先の質疑の中でもやり取りがございましたけれども、最大のメリットとしては、なりすましの防止、あるいは不正使用というものを防止できる点、そして個人にとりましては、健診情報や服薬情報、こうした健康管理に必要な情報をですね、活用できるという点にありますけれども、こうしたメリットそのものが、まだ国民にとっては十分に理解されていないという状況かとこう思っています。しかも従来の健康保険証との併用が可能ということになっておりますから、なかなかマイナンバーカードの取得というものが進んでいかないのではないかということを懸念しております。本来マイナンバーカードの導入促進のためにこの保険証機能を搭載するということではありませんけれども、今回の法改正によってマイナンバーカードを健康保険証として活用することができるようになる意義は大変大きいというふうに認識しております。こうした点について各保険者あるいは非保険者、医療機関、自治体等に広く周知を図ることによって国民理解というものを広げていくべきと考えます。またオンライン資格確認ではマイナンバーではなくマイナンバーカードの IC チップを利用するためにマイナンバーと医療情報が結びつけられることはないと理解しておりますけれども、こうした点についてもしっかり周知をしていくべきと考えますが、見解を伺います。大口厚生労働副大臣。本法案においてはですね、オンライン資格確認を導入し、マイナンバーカードに保険証の機能を持たせることとしており、国民にとって、転職などで保険者が変わっても新たな保険証の発行を待たずに医療機関で受診できるというメリットがございます。またそのほかに本法案において導入するオンライン資格確認のメリットとして、高額療養費の限度額認定証の発行等を削減できると、これも利用者にとって非常に大きなメリットであるわけです。また、失効保険証の利用によって過誤請求や
保険者の未収金が減少できるということも期待されており、このメリットについてもですね、しっかり周知を徹底を図ってまいりたいと思います。またオンライン資格確認では、マイナンバーカードの IC チップの中の本人を確認する情報、電子証明書を読み取る仕組みとしており、マイナンバーは使いません。このため医療機関等でマイナンバーと診療情報が結びつけられることはありません。この点につきましてもしっかり周知徹底してまいりたいと思います。船橋利光君。ありがとうございます。先ほど増谷委員の質疑の中にもあったんですけれども、医療保険者に関することでお聞かせをいただきたいと思いますが、今ほどもご答弁ありましたように、効率的な医療提供体制を構築する上でもオンライン資格確認を推進するということは評価をいたしております。他方、医療保険者はこれまでもマイナンバーを活用した情報連携においては、マイナンバーの収集や情報登録の事務の負担、さらにサーバーの運用費用の負担などもしております。今回のオンライン資格確認の導入で保険者の事務負担、費用負担が増えるのではないかという懸念があると聞いておりますが、導入により保険者の事務費用、費用負担、これはどうなるのでありましょうか。先ほど、支援策ということについても用意をしているということでございましたけれども、マイナンバーカードの普及と多くの医療保険者、医療機関の参画が必要不可欠ということからいたしますと、保険者、医療機関等の関係者の意見を十分反映された上での支援策という枠組みであるのかどうかですね、お聞かせいただきたいと思います。垂水保健局長。お答え申し上げます。今回のオンライン資格確認の仕組みですけれども、まさにその事務負担、費用負担ということを抑えていくということも点も含めて、既存の例えば先ほど増谷先生のご質問でありましたが、レセプトオンライン請求のシステムを活用する、それからまさにマイナンバー制度のインフラを効率的に活用するということで、保険者の新たな事務負担ができる限り生じないようにすると、それから運用経費もできるだけ縮減する、そういうことを考えているところでございます。で、具体的な取り組みの一つとして、システムの整備にあたって、保険者が利用しておりますマイナンバー制度の中間サーバーをクラウドのシステムに移行することによりまして、保険者の運用経費の負担を縮減し、クラウドを利用する前に比べてオンライン資格確認の運営経費と合わせても少なくなるというようなことを狙って、保険者等の関係者と協議をしながらシステムの使用の検討を進めているところでございます。で、オンライン資格確認導入にあたりまして、ご指摘のとおり保険者や医療関係者の協力が不可欠でございますので、システム面、運用面についてご意見を伺いながら準備を進めているところでございます。船橋利光君。本法案では、オンライン資格確認を導入する医療機関に対する支援措置というものが、盛り込まれておりますけれども、オンライン資格確認が機能していくためには、例えばマイナンバーカードの読み取り端末、これを、国として、配布をしていくなど、もう思い切った対応というものが必要と考えますけれども、厚労省の見解をお聞かせいただきたいと思います。垂水保健局長。ご指摘のとおり、オンライン資格確認が進むように、オンライン資格確認のため のシステムの導入というものが円滑に進むようには、財政面あるいは技術面での支援ということが重要というふうに考えております。で、財政面の支援として、今回の法律案では医療機関や薬局等におけるシステム導入の支援のため支援等のために医療情報化支援基金というものを創設をするということにしています。で、平成31年度予算案におきまして300億円ということを計上したところでございまして、これをできるだけ使いやすいような形で運用していく、それから趣旨を積極的に我々の方としても広報をするなどして、できるだけ使ってもらえるように運用していくといったようなことを心がけたいというふうに思っています。また技術面の支援といたしましては、システム導入の補助に際しまして、医療機関や薬局等の窓口における資格確認の事務の運用やシステムの使用についても丁寧に調査をいたしまして、その状況も踏まえながら
システム改修のための技術解説書を用意するといったことを含めまして、医療機関、薬局のシステム導入が広がりますように支援をしていきたいというふうに考えております。船橋俊光君。今ほどご答弁いただいた中で、基金を創設をした中から300億これを31年度分として用意をするということなんですが、内容的なことから言うと、いわゆるこの端末等の設置に関して150億、そしてシステム改修に対して150億と、こういう枠組みであったかというふうに受け止めているんでありますけれども、それでですね、ただ、この予定をしている額でいくとですね、対象となる医療機関全体のですね、5分の1程度しか、まず初年度ではカバーすることができないという状況になります。で、実際にシステムのですね、本格的な運用が始まるまでの間というものを考えると、期間的には2年程度ぐらいしかないということになれば、残り8割をどうするかということになってくるわけでありますので、これはお金の部分もあればですね、実際にそれを導入することによってのさまざまなメリット、あるいはデメリットというんでしょうか、難しさといいましょうかね、そういうものもきちんとこう解決をしていく必要性があろうかと思いますので、相当力を入れてやっていかなければいけないというふうに思うんでありますけれども、再度お聞かせいただきたいと思います。垂水保健局長。はい、300億ということでございますけれども、これは予算の積算といたしましては、このオンライン資格確認の導入に向けました医療機関薬局のシステム整備の支援ということで150、それからもう一つ150は電子カルテの標準化に向けた医療機関のシステム等導入の支援で半分ということになっているわけでございます。で、そういう積算から申しますと、現在オンラインでレセプト請求をしている医療機関の一定割合ということで積算になってますので、先生おっしゃいましたように、すべての医療機関のところにこのお金があれば全部賄えるという額にはなっておらないということは事実でございます。で、限られた期間でございますので、その間に、ただ一方で、今時点の積算というものが実際使う段階になりましてですね、単価というのはどういうふうに変わってくるのか、また普及していきますと効率的な導入の仕方というものもさらに広がってくるかもしれませんし、そういったようなことも含めまして、できるだけ有効に活用し、またできるだけ広く使っていただけるような運用を心がけることによって、多くの医療機関に使っていただいて整備をしていただくということを念頭において取り組みたいと思いますし、いずれにしてもこのオンライン資格確認ということの実効が上がるように、医療機関に整備を進めるということをしっかりと取り組んでまいりたいというふうに考えております。船橋俊光君。これやはり、本格的な運用が始まったときにですね、結果としてマイナンバーカードで受診しようと思ったけれども、うちはありませんというような医療機関の数がですね、多かったということにならないように必要な対応をしていただきたいということを申し添えさせていただきたいと思います。で、次に、実は最近マイナンバーカードを申請をしてから取得をするまでの期間、これが3ヶ月から4ヶ月かかるようになっているということを聞きました。で、こうした状況というのは、マイナンバーカードの導入初期の頃に言われていた期間ではないかというふうに思います。で、今後申請件数というものが増加していくことを踏まえますと、短期間で取得をすることができるという対応が求められると思いますが、現状と今後の取り組みについて総務省に伺いたいと思います。吉川総務省大臣官房審議官。お答え申し上げます。委員ご指摘のとおり、平成28年のマイナンバーカード交付開始当初にですね、特に3月から4月にかけてでございますが、カードの交付処理や転出転入に伴う処理が過度に重なったため、カード管理システムの処理能力を超え、交付処理が行えない、あるいは著しく遅延するといった事態が生じたものでございます。
この点につきましては、その後、処理能力の増強を行いまして、現在ではマイナンバーカードの交付申請から、市町村が交付通知書を発送するまでに要する期間は、おおむね1ヶ月程度となっているところでございます。今後、健康保険証としての利用などにより、マイナンバーカードの申請数が増加することが見込まれますので、総務省といたしましても、申請受付発行体制の増強や、本人確認を行う市町村の体制整備の支援を行いますほか、一定の期間に申請が集中しないようにするため、前倒しで申請いただくよう、周知広報を徹底するなど、カード交付を滞りなく行うための取り組みを進めてまいります。加えまして、QR コードを使ったスマートフォン等からのオンライン申請が可能となっております。郵送での申請と比べ、交付のスピードアップにつながることから、積極的な活用を呼びかけてまいりたいと考えております。船橋利光君。マイナンバーカードそのものはですね、原則10年ごとに、更新、それからそのチップに関しては、5年ごとに情報の更新という手続きが必要になるわけでありますけれども、そういたしますと、この実際に運用が始まった頃にですね、医療機関に、カードを持っていったら期限切れですということが、起きる可能性があるということでありますので、こうした事態を避けるための対応というものが必要と考えますけれども、厚労省としての考え方を伺います。垂水保健局長。ご指摘のとおり、マイナンバーカードの IC チップの電子証明書は5年間の有効期限ということでございまして、5年ごとに市区町村におきまして電子証明書の更新手続きをしていただく必要がございます。このため患者さんのマイナンバーカードの電子証明書の有効期限が近づいた場合には、例えば有効期限の3ヶ月ぐらい前になりますと、医療機関や薬局の窓口で資格確認をした際に、有効期限が近づいているのでお住まいの市区町村で更新手続きをしてくださいといったようなメッセージが表示されるように設定をして、医療機関や薬局の窓口で適切に患者さんにそうした情報提供を行うという仕組みにつきまして、関係省あるいは医療関係者の皆さんと連携しながら検討しているところでございます。ご指摘のようにこの患者の利便性の向上ということは極めて重要な点だというふうに思います。そうした観点からマイナンバーカード制度を所管いたします総務省などともよく相談をし連携をしながら検討していきたいというふうに考えております。船橋利光君。このマイナンバーカードのいわゆるこの取得もそうですけれども、そのいわゆる活用の仕方の部分で、これが不具合が出るというようなことがあったりするとですね、せっかくいい運用を始めようとするのに、それがなかなか進んでいかないということになってしまいますので、ぜひ厚労省総務省それぞれ十分な対応をお願いしたいというふうに思います。次に先ほど重本委員の方からもお尋ねがありましたけれども、NDB 介護 DB の連結解析について伺います。NDB や介護 DB のデータについては、社会経済のあらゆる分野において情報通信技術が目覚ましく進展をする中で、医療分野においても情報化の推進により良質な医療のより効率的な提供を推進していくこと、本法案により幅広い主体による活用が可能になるというふうに伺っております。そこで、データを活用できる研究機関などというのはどのような研究機関などを想定しているのか、そしてそれら研究機関等の経緯あるいはその成果というものはどのように社会に還元をされていくのか、少なくとも毎年度データがどのように研究に活用されているのかという利用状況については明らかにしていくべきであろうと考えますが、見解を伺います。垂水保健局長。
お答え申し上げます。 NDB などの情報を提供する対象ということでございますけれども、まず国あるいは自治体、その他、大学、研究開発独立行政法人あるいは公益法人といった研究機関、それから製薬企業をはじめとします民間の事業者といったものを想定をしているというところでございます。現在の運用でやっているところで言いますと、例えば東京大学とか国立がん研究センターといった、まあ、いわば公益性の非常に高いという研究機関ということでございますけれども、そこはもう少し広くなるということでございます。で、こうした研究機関におきまして、まあ、現在診療の質の向上につながる研究あるいは医療費の費用対効果の測定といったようなものに NDB データを活用しているところでございますけれども、今後は NDB 介護 DB の連結解析が可能になるということでございますので、さらに幅の広い研究、さらに社会への還元につながるような研究、そうしたものが対象となる研究機関というところが拡大するということと相まって進むということを期待しているところでございます。で、現在も第三者提供ガイドラインに基づく第三者提供で利用実績研究結果というものを公表をすることになっておりますけれども、ご指摘を踏まえまして、さらに国民にとって分かりやすい公表の仕方ということも含めまして、公表の方法等について検討を進めてまいりたいというふうに思います。船橋利光君。先ほどの重本委員の質疑の中に、重本委員のお考えとして、いわゆるそのあらかじめですね、こうしたデータを活用できる方々に対しては条件設定すべきだというお話もあったやに思いますけれども、私もその通りであろうなというふうに思っています。で、今ほど、ですね、その NDB の方も、150先ぐらい今活用されているということをお聞きしたんですが、これでもかなり私はなんか数としてはかなり多いのかなというふうに思うんですが、これがさらにこう増えていくという状況になったときに、これまでは非常に公益性の高い研究機関等が活用されていたということなんですけれども、これがこう広がっていく中で心配いたしますのは、例えばそのどこかの大学だとしたときに、その大学が研究をするときに必要なその資金ですね、これがどういうところから資金提供されているのかということなども重要になってくるのではないかというふうに思います。で、結果的にデータとして活用するのは NDB あるいは介護 DB のデータを活用するんですけれども、その成果がですね、国としても活用できるんですけれども、それがいわゆるその海外に持ち出されてしまうというようなことはいかがなのかなというふうに思うんでありますけれども、そうするとかなりその審査体制も含めてですね、これまでとは違う難しさというものが技術的に出てくるんではないかというふうに考えますが、その点はいかがでしょうか。垂水保健局長。まさにこれまでのガイドラインというところから、法律に基づいて第三者提供という枠組みを作るということになりますので、審議会という形でどういう対象にどういうふうに出していくかということについて のルール、あるいは出したときの手数料その他のルール、あるいはそれをどういう枠組みで何に違反してはいけないといったルール、そういったものについても今までよりも法律の根拠に基づくという形で明確化をしていくということになりますので、そういう意味で情報提供ということについてもしっかりとした形、乱用のされにくい形ということになると思いますけれども、それの実が上がるような運用についてしっかりと検討して実施していくようにしたいというふうに思います。船橋利光君。一方ですね、あまりにもこうがんじがらみにしすぎて、せっかくこうつないでよりいい解析をしていただいて研究成果をこう還元してもらおうということの足かせにはならないようにという、このさじ加減の部分がですね、非常に難しいんだろうというふうに思いますが、ぜひいい形でやっていただくようにご期待をさせていただきたいと思います。次に被扶養者の要件の見直しについて伺います。今回の法改正におきましては、被扶養者保険の被扶養者等の要件について
原則として国内居住要件を追加する旨の法改正が盛り込まれております。今回このような改正を行う背景や趣旨についてご説明をお願いいたします。新谷厚生労働大臣政務官。委員ご指摘のこの今回の改正案につきましてでございますけれども、健康保険制度の基本的な考え方としてはですね、国内居住者が国内の保健医療機関を受診した場合に保険給付を行う、このことが原則となっているところでございます。一方、海外駐在者や海外旅行者などの増加などがですね、社会環境の変化を受けてこれまでも、必要な対応を実施して、参ったところでございます。しかしさらにグローバル化が進展する中で、例えば日本に生活の基礎がなくて、国内の医療機関を受診する蓋然性が低いものまでが被扶養者として健康保険の対象となっているといった、これまで、想定していなかったような事態が、生じているところでございます。事例が生じているところでございます。また健康保険制度の運営におきましては、保険者による適正な認定事務が重要でございますけれども、諸外国における各種証明書類の発行状況や、物価の違いを鑑みますと、身分関係や生計維持関係について正確に認定することが事実上、困難を伴っているというところでございます。このため健康保険制度の基本的な考え方に立ち返りましてですね、海外の医療機関を受診した場合の給付は例外であること、これを徹底する観点や、また、適正な認定事務を確保する、こういった観点からも諸外国との制度比較を行った上で被扶養者について原則として国内居住要件を設けることとしたものでございます。委員長、名橋利光君。現在日本の国内においてはあらゆる業種業界地域において人手不足ということに悩みを抱えております。こうした状況の中では国外の労働力というものをどのように確保していくのか、これが課題になっているわけでありますけれども、日本に在留をされる外国人労働者の方々に安心して働いていただくためには医療保険というものがとても重要になってまいります。今回の法改正はあくまで居住地に関する要件の追加であって、国籍による差異は設けないものというふうに認識をいたしておりますけれども、国内で働く外国人の方々の医療保険の適用は現在どのような状況になっているのか、また今後これはどう変わりうるのか、ご説明をお願いしたいと思います。垂水保健局長。おっしゃいます通り、国籍による区別というものはないわけでございます。国内で働く方、従いまして日本人であるか外国人であるかを問わず、医療保険では国内の適用事業所に使用される人が健康保険の被保険者ということになるわけでございまして、これからもこうした原則を見直すということは考えておりません。また被扶養者ということについても、国内の場合ですね、健康保険の被扶養者ということについても、これまた国籍は問わないということでございまして、被保険者との身分関係、生計維持関係、同居要件、この要件を満たすかどうかということで認定しているところでございます。まさにその国内居住要件ということを追加するということを考えているわけでございますけれども、いずれにしても国籍は関係ありません。委員長、船橋利光君。今回設ける国内居住要件には一定の例外を設けるということでありますけれども、具体的にはどのような例外を想定をされているのか、最後ご説明をいただきたいと思います。垂水保健局長。国内居住要件の例外となる方ということでございますけれども、日本国内に生活の基礎がある方という考え方でございまして、まずこれまで日本で生活しており、渡航目的に照らして今後再び日本で生活する蓋然性が高いと認められるもの、一時的な渡航である方で、かつ渡航目的が就労ではないものという考え方を省令で規定するということを検討しているところでございます。具体的に申し上げますと、留学生、留学をしておられる方ですね、日本から、それから海外赴任に同行する家族、それから海外赴任中に生まれたお子さん、
あるいは海外赴任中に結婚した配偶者など身分関係の変更がありまして新たに同行家族とみなすことができる方という方などを例外となるものということで規定するということを想定しております。船橋利光君、以上で質問を終わります。ありがとうございました。この際ご報告いたします。内閣委員会、文部科学委員会、厚生労働委員会連合審査会は明28日木曜日午前9時から開会することとなりましたのでご了承願います。次回は広報をもってお知らせすることとし、本日はこれにて散会いたします。